に、なんとも。うっさいな、ほっといてよ人んちのことは。寂しい話ね。なら私が呼んであげましょうか。はあ、おい、なんだよ。遠慮しなくていいのよ、兄さん。いや、なんか変だぞ。おい、どこが変なの、兄さん。って、お前、それを。いてら、なんだよ。なんだよじゃないでしょ。何気持ち悪いことしてんのよ。バカ、それやめろ。やだやだ、デレデレしてみっともない。なーに、あんだけしょげてたのにこんな簡単に機嫌治るの。はっ、単純で羨ましいったら。なによ。あのな、俺はさ、お前のおかげでこの間からずっと落ち込んでんだよ。別にマナミに茶化されたりはしてねえよ。そもそもそんなことするやつじゃねえし、むしろ気を使ってくれるんだよ。だけどよ、そんな微妙な感じが俺たちにとっちゃかえってそらそらしいんだ。原因はお前だよ、わかるか。でも今日はお祝いだって言うから、日頃の恨みは置いといて祝ってやんなきゃなって思ったんだ。それで来たらこれだよ。受付の姉ちゃんにはジロジロ見られるし、お前はいきなりキレるし、なんか隠し事あるみてえだし、楽しめるわけねえだろ。そういうつもりではなかったの。お前のこと言ってんじゃないよ。けどそろそろ事情を話せって意味だ。京介氏、聞いてくだされ。実は。待って、ここからは私がやるから。